皆様こんにちは。今日は夏らしい白い和紙のかわいいお花です。用紙は書道用の半紙で、中心に少しだけほんのり色を加えたりしております。画面では分かりやすいように普通の折り紙で折っております。まずこのように置いて、右に倒して、中心部分だけ 2,3 センチ折り筋をつけておいてください。で、下の角を左の角に向けて折って、ここも折り筋をちょっとだけつけてください。今つけた折り筋に向かってもう一度下の角を持ち上げて折り筋をつけます。そうするとここに4分の1のところの印がついております。で、裏表にしてこのように三角に半分に折ります。と、先ほどついたこの中心点と上の4分の1の場所についた点と点を結びます。中心を押さえながら左側を上に折り上げてください。印に合わせて折り筋をしっかりつけます。次は右の端、右の角を持ち上げて、この左の端に合わせてこのように折ってください。で、右側の端に合わせて折り返します。押さえてここを折り筋をしっかりつけます。で、中心が分かれているのでこれを後ろに回してここで折ってください。1枚目のこの角を、右上の角は右端に沿わせて結んだラインで、ここをしっかり折り筋をつけます。で、全て重ねたままこの折り筋をまっすぐにカットしてください。で、これを開いていくと正五角形ができております。次にこういう形になって、この部分を半分に折ります。右上に一番大きい角が来ているように置いてください。で、次は点点点と敷きましたが、この線に向かってこういうふうに持ち上げて折り込みます。折り筋をしっかりつけてください。こういう感じに折って折り筋をつけます。ここまでできましたら開きます。残りの4つの角も同じように畳んで、角を折り筋に沿わせてしっかりそこで折り筋をつけます。このように三角になります。これをあと3回5つの角すべてにつけていきます。こういう感じです。折り込むためのラインなどでしっかり折り筋を5つの角につけてください。はい、これで全て5つの角に三角の印がつきました。お星様の形になっております。で、これを畳んで、この形で畳んでください。で、まずこのように畳み、次にこの膨らみの中に手を入れて折ってください。そうするとここに三角ができます。
で、ここまでできましたら裏返します。で、線を引いておきましたが、この中心の線を右の端に向かって倒してください。次に左も上から倒して、このように三角になります。中に左側に1つ、右側に2つ重なっております。先ほどつけた三角の折り筋を外側に向かって少し押し倒します。で、あとは折り筋をもう一度しっかりと折ってやってください。こういう形です。次は右側の2個の角を同じように折っていきます。折り筋を外側に倒して、もう一度折り筋を折り直して、残りの1個もこの折り筋通りに外側にまず倒してから折り筋を折り直します。これで3個の角が外側に折れました。次は一番上の紙を左に倒して、今折った三角部分は起こします。後ろ側も1枚を右に倒して、こちらも折った三角部分を元に戻します。そうするとまだ折り込んでいない2つの角が出てくるので、その部分を外側に倒して折り筋をもう一度折ります。これが折ってない最後の角です。で、折り筋を外側に倒して、もう一度折り筋をつけてやります。これで5個全部の折り筋がつきました。半分に左に倒してください。次はこのように三角に折ります。で、裏表両方の角度から折ってください。で、少し開いて三角の折り筋の中心を中にグッと押し込みます。で、両脇から挟んで、これを中割れ折りと言います。で、こういう感じにできましたら、右と左をぐっと引っ張ってやって合わせます。で、出ている三角部分は中に押し込んで、折り筋をもう一度上から押さえてやります。で、反対側も三角部分を押さえ込みながら、すべて三角部分は中に折り込んでください。で、だんだん形を整えていって、5つの花びらができます。で、間に指を入れて根元から膨らましていきます。親指と人差し指で中に人差し指を入れて、下の方から親指で挟んで膨らましております。で、左手は中割れ折りでこの重なっている部分を支えに持ってやるとやりやすいです。で、先端の尖った部分を丸い棒に絡ませて、ちょっと外側に巻いてやると、開いた花弁がそのまま形が保てます。こういう形です。で、白い花弁の中心は、今回は100均ショップのパステルカラーでやってみました。ちょうど角角の真ん中あたりに、このように軽く3本ぐらい描いてみました。あとは筆でぼかすか、これは化粧用の筆ですけど、何でも構いません。指でぼかしても綺麗にできます。
こういう感じです。でこれで折り上げるとほのかな色がついて可愛いです。ピンクとか黄色とかいろいろお好みで中の色をつけてみてください。いつもご覧いただきありがとうございます。